今ない〇〇を妄想する M8 招待ショータイム、二等兵の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい、風の時代、風の時代、風の時代なんておっしゃっていて、うん、言われていて言われていて、あの、うん、私が密かにチェックしている、うん、ゲッターズ飯田さんとか、うん、あとよくコラボしていただくヨッコさんとかが、うん、あの風の時代の話を、うん、でまあ他のいろんな人が、うん、いろんな人たちが風の時代の話をしていて、これは考えねばと思い取り上げましたと。まあこの風の時代っていうのは、まあいろんなのを見ると、要は木星と土星が重なるのが20年に一度で、さらにその冥王星が絡むものをトリプルコンジャンクションなど言ったりするらしいですね。でまあ、それが200年に1回大きく変わる、大きく変わる、うん、あれですよね、何でしたっけ、星座も関係するんですよね。まあその辺のね、あの200年に一度じゃなかったでしたっけ、あの地の時代から風の時代みたいなのが、なんか同じエレメントの中で起こる、うん、で多分20年に1回ぐらいそのグレートミューテーション、グレートコンジャンクション、グレートコンジャンクションが起こってる、はい、でそれでエレメントが切り替わるのが、エレメント、まあ、エレメントは何って話ですよ、魔法みたいですね。そうで、魔法属性、エレメントとかで今回今が土の時代だと言われている、うん、その名誉とか、うんうん、物質的なものから風の時代に変わるらしいですと、うんうん、で風の時代っていうのは、うん、そういうのがファッて風で飛ばされて、うんっていうのを聞いたときに、うん、私が思ったのは、うん、特にそういうスピリチュアル的なものを信じてますって感じじゃないんですけど、うんうん、あの利用するのはいいんじゃない、あ、利用されるのは嫌なんですけど、うん、人からね、うん、それを利用されて、うん、あの監禁されるのは嫌なんですけど、うん、自分でそれを信じてうまく活用するのはいいんじゃないと思ってるんですね、うんうん、なんでその風の時代で、うん、それがそういうのがなくなって、うんうん、なんかどんどん追い風になって自分が上昇できるんですよ、うんうん、だったら、うん、その風に乗っちゃえばいいじゃん、うん、楽しいよねって、うん、だからラッキーだと今思ってるんですあ、うん、そんな時代が来たんだって、うん、いいねって思ってます、うん、どうぞなんかなんですかね、まあスピリチュアルな話は置いといて、だってまあそのスピリチュアルの、うん、なんていうんだろう、言葉の概念、うん、概念、概念、定理、定義、言葉の定義が僕いまいち分かってないというか、精神的なもの、精神的なものじゃあ精神的なものの定義はってことになる、そうそうそう、うん、ですよね、うん、なので、まあ、そこの言葉自体は置いといて、はい、その地の時代から風の時代に変わるっていう、はい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 、なんかいろいろこう見たり聞いたりすると、はいはい、なんか今まではそういう実質的な安定だとか、はい、そういったものを求めてる、そういった価値観がすごい強くなる、はいはい、でこの風の時代になるとそういうのがこうなくなって、はい、もっとこう自分の個性だったりとか、なんかやりたいこととか、はい、そういったところをこう目指していくような時代に、この時代になっていくみたいな、はい、なのでそれを見てどう思うかで言うと、あ、僕の時代じゃんってなるほど、 それが本当なら僕の時代じゃんって、なるほど、うん、これ多分だいぶあれですけど、バイアスかかってますけどね僕自身に、あ、だと、うん、あ、だと僕、あ、うん、私も、うん、まあ、ほぼ同じこと言ってるような気はしてるんですね、うんうん、あの、あ、ラッキーじゃん、乗っちゃえばいいじゃんっていうのと、うんうん、僕の時代だと思ってる、僕の時代だ、だからこう今まで地位とかにしがみついてた人大変だなみたいな、あ、そうですね、学歴とかね、学歴とか今働いてる会社とかね、うんうんうん、でもそういうのももう僕はちょっと思うのは、うんうん、やられたなんですよね、やられたとは要は、うん、その時代感が変わったのは、うん、ちょっと感じてたじゃない、誰もが感じてるじゃないですか、まあ、コロナもあってね、あって、要は、あ、これからなんかその働き方が変わるとか、うん、っていうのはもう誰もが感じていることを真っ先に言えなかった、
してやられたしてやられた感はありますけどね、うん、あこれを風の時代って名付けて、うん、あしまったこれは、うん、でもなんか時代は変わる的なことをね、うん、先に言っとけばよかった、うん、っていうのはちょっと思いましたね。結構でもあ僕が思ったのは、はい、AI だなと思ったんですよね。まだ言ってる、どうぞどうぞ。でも聞きたい聞きたい。まあでもこう要はこの時代その個人の力が重要じゃなくなるみたいな感じじゃないですか、はい、個人の力が重要ではなくなる。なんかあの今まではなんかすごいスキルがあって才能があるみたいな人が会社で優遇されて、あそれすらもっていうこと、それすらも必要なくなる、それすらもですか。なるほど、 AI じゃんって。だから本当にやりたいことをやってればやっていくことが正解みたいな。だから今までこうすごい計算が、それは機械が AI がやるからってことですね。そうそうそう、計算が得意みたいな人は計算が得意だっていう才能を会社に拾われて高い給料をもらってたみたいな人が、はいはい、計算は AI でいいよってなったらもうその差がなくなってくる。まあなかなか AI には勝てないでしょうしね。勝てないってなった時に、あもう AI だからこのインターネットの普及とか 5G だとかそういうのも全部関係している時代がこう一気に変わっていくみたいなことは思ったんで、はいはい、まあテクノロジー僕の発想です。テクノロジーの進化がまあそういったことを生み出すきっかけにもなるんじゃないかなっていう。なるほど、うん、と思いました。なるほど、うん、だとあれですよね、うん、なんか来ないグレートミューテーションなんて来ないっていう、うん、動画もあるし、うん、あるんですよ実際、うん、そんな風は来ない、あもう今まで通り通りだ元に戻るみたいなっていう動画もある、うんうんうん、けど、まあ、思うのはまあでも粛々とこうやって生活するのは変わらないじゃないですか。粛々と生活するのは変わらない。いやあのちびまる子ちゃんの漫画で、うんうん、1900、あれ1980年代ぐらいの話じゃないですか、うんうんうん、で要は1999年に、うん、ノストラダムスの大予言で、うんうんうん、星が落ちてくるから、うん、っていう回があるんですね、うん、単行本で、うん、でもでマルトちゃんはじゃあもう勉強しなくていいじゃんって言い出すんですよ、うん、もうのんべんだらりってね生活しても、うん、1999年に終わるんでしょって、うん、だったらもう私勉強なんてしないわ、明日のテスト勉強しないって言うんですけど、うん、お姉ちゃんが言うんですよ、うん、じゃあもしかあんた来なかったらどうするのって、うん、あなたはその1999年に、うん、あのただのバカな大人として生きるつもりって、うん、で一夜漬けで勉強して、うんうん、かろうじて平均点以上取る、うんうん、浜地はそのまま0点みたいなのがオチなんですけど、うんうん、要は風の時代で全部なくなるんだよってなっても、うんうん、別にやることは変わらないですもんね。毎日ちゃんと生きるっていうのは、まあ、生きるっていうのは変わらない、変わらないし、うん、だからって努力を怠っていいわけじゃないって、これ僕っぽいですかね。まあでもあの努力とかでもなくなるみたいな感じでしたけどね。あ僕は見たい、なんかこの風の時代をやるからって言っていろんな動画を見といてくださいって二等兵に言われて、で見ろって言った、いろんな動画を見て、はい、もうそのいろんなものがもうごちゃ混ぜになってよくわかんない状態にはなってるんですけど、あじゃあ煮詰まったってことですね。煮詰まってる状態 でその中でも、もう努力とかも不要になる、不要になるというかやりたいことをやりましょう、そうで嫌なことの努力は必要ないよってことですよね、うんうんうん、あでだからこう楽しいことやるっていうのはそもそも努力じゃないよね。あなるほど、あそう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 、あっていう、うん、あそれそれ言いたかったのはそれ、あそれそれ、うん、はいはい、だから、うん、あの動画一生懸命上げるのも、うんうん、別にこれはそんな努力だと思ってない、うんうん、がなんかまあ性格的には努力って言いたいんですよね、うんうん、気持ち、あそれは今自分のモチベーション、ああでも努力じゃないモチベーションですねこれは、うんうん、モチベーションだから何かにモチベーションを絶やさずやるのは、うん、あ僕の意見では必要かなと思うんですね、うんうんうん、あのじゃあずっとお酒飲んでればいいじゃんとか、うんうんうん、っていうのは違うだろうとはちょっと思ってるんですけどね、うんうんうん、っていう意味では風の時代でも、うん、あ努力は必要というと苦しいですね急に。努力はっていうか努力はっていうかあのなんかやりたいことをやる、そうですねみたいなのは必要なんじゃないかな。確かに、うん、この動画もやりたいこと、そうだからもう流れに乗っちゃいですよね。流れに乗っちゃいじゃないですか、風に、もうスピリチュアルとかもどうでもよくて、うんうん、あそうそう、うん、でも時代が変化する
ていうのは別にこの風の時代とか言われる前からもう全然変わってるっていう、いろんな世界から、はい、いろんな世界の人たち、まあ、その僕だったらこう IT テクノロジー関係の人とかも、はいはいはい、もう時代が変わるんだみたいなことは結構みんな言ってたりするじゃないですか、うん、そのスピリチュアルじゃない人たち、そうです、そこにね、ネーミングつけられてしまったと思って先に何か言っときゃよかったとはちょっと思ってるんですけどね、うん、その辺があのスピリチュアルっぽい感じがしますよね、はい、あのファイナルファンタジー1でも、うんうん、あのちょうど風のクリスタルの辺は、うんうん、ジョブチェンジするんですよね、みんな、あ、文句がスーパー文句になって黒魔術師が黒魔道士になってみたいな、うんうん、みんなレベルが上がるので、うん、レベルを上げましょうと、ジョブチェンジ、ジョブチェンジですよ、うん、仕事じゃなくてなんて言ったらあの、うん、自分が上がる感じですね生まれ変わる感じ、うんうんあのスーパーサイヤ人になった感じですね、うん、黄色になった、あ、髪の毛ないんですけどパッて黄色になってる感じです僕今、うんはい、ナッパみたいな感じディスってる終わります、はい、ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。